YouTube 見るのがすごい好きで。あ、ね、今面白いですもんね。はい。よし、また編集しますね、ちゃんとね。行ってみたいと思って。ありがとうございます。でも想像以上に痛い。ね。なってるよね。でもなんかちょっと軽いでしょ、足。うん、軽い気がします。呼吸がしにくいからね。暑すぎても。はい。背中ってあんま痛くなさそうだったのに。そう、まあ、この背中の疲れが引っ張られて肩が痛かったりとか腰痛になったりとかするので、自覚症状あんまりなくてもちょっと背中をやっといてあげた方が楽になります。痛いですね、背中。痛いでしょ。腰が痛いからとか肩が痛いからとか言ってそこだけ触っててもなかなか取れないっていうのは、うん、この背中の疲れだったり足の疲れだったりが上がってくるからなんだね。受けてるだけなのになんか熱くなるよね。普通の整体やマッサージじゃこうならないからね。ならないですね。普通に会話できるしね。ねえ。できないですもんね。答えられない。答えられないね。
ますね。メリモン入ってるでしょ。その左の肩がしんどいのによく効くやつだからね。以上は優しくできない。これ以上優しくすると YouTube 撮影割引がなくなっちゃう。究極の選択。だいぶ右側硬いね。バランスの減少って言って、うん、悪い方と反対の方向が硬くなったりすることって結構あるんですよ。あ、右の腰が痛いって言ってたのに、うん、左痛かったでしょ、うん、で左の肩が痛いって言うけど右の背中が痛いみたいな、うん、なるほど。反対の側が痛くなったりすることってまあまああるんですよ、うんうん、なので左肩が痛いって言って左肩ばっかり触ってても取れなかったりする場合は反対側を取ってあげなきゃいけないよね。
吸する？外しといてもいいよ。はい、じゃあ始めていきます。静かになって大丈夫。呼吸が。